かつて鈴木郡の役場があった川和地区。古くから鎌倉街道の要所として栄えたことから、妙蓮寺や瑞雲寺など古いお寺や神社が多く残り、江戸時代から行われている菊の栽培は川和の菊として多くの皇族や著名人に親しまれてきました。平成20年にグリーンラインが開通し、川和町駅が開業したことによって徐々に開発が進みつつありますが、今なお鶴見川沿いには自然や田園風景が残っていて、四季の移り変わりを感じながら散歩やジョギングを楽しむことができます。また地域ごとに趣向を凝らした出し物を行う夏祭りのほか、毎年体育の日に行われる連合体育祭では、およそ800人の参加者が地域別に競い合い、老若男女親子の交流を深めています。